ら、うんうんうんいはうんあらららうん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 いはうんはい心民法おはおはいははおはいあらはおはおはいははおこれはね、子供を毛利するおばあさんが、お父さんお母さんが働いてるもんだから、お父さんも仕事に行っていないんだよって、お母さんも言い足して、働いているんだよって、だから、眠れよ眠れよって、そのうちにお母さんが帰ってくるんだからねって言っている、子守歌として昔からの習わしで、私たちは覚えたんです。アイヌ民族は古くから北海道を中心に東北地方北部やサハリン、千島列島に住み、独自の文化を育んできました。もしりころかむいパセかむいチランケピトチランケかむい。これは江戸時代の終わり頃、北海道を探検した松浦武四郎が描いたエゾ漫画。当時のアイヌの人たちの暮らしぶりが記録されています。厳しくも豊かな北の自然の中で生きるアイヌの人たちの姿が見えます。山や海、川での狩猟採取、農耕、そして海を越えての交易が生業です。民族の言葉アイヌ語を話し、衣服や生活道具には独自の文様を施し、ことあるごとに歌い踊り喜びを表しました。豊かな文化を持つアイヌの人たちですが、現在でも昔ながらの生活をしているわけではありません。ないない、私の昭和の10年頃なんてさ、そんなものはあったしとか、あんなものただ儀式の時に着るからなもんでね。人間らしい生き方、精神をアイヌの人たちが捨てたわけではありません。アイヌ文化を残し伝えてきた人たちが時代とともに姿を変え、自分たちの文化を今に伝えているのです。文化的ギャップがその和人とアイヌにあるよというところをやっぱり表現したいな。伝統というのは歴史時代とともにこう少しずつでも変化して、で今に至るというのが正しい方向性じゃないかなと。自分も継いでいきたいって思ったのはアイヌだからじゃなくて、この環境に育ったからやりたいって思っただけで、だからアイヌとか和人とかそういうのを全く考えてないですね。衣、食、住、言葉、そして生き方、過去から現在、未来へと継がれていくアイヌの人たちの心があります。北海道の開拓のシンボルとも言うべき赤レンガ庁舎、ここに松浦武四郎が作成した蝦夷地、現在の北海道の地図があります。カタカナ表記は多くがアイヌ語地名です。北海道日高、浦河の川を遡るとアイヌ居住地を示すカタカナのエと記されているところにアネイサラという名があります。現在の小岐阜市にあるアネ茶です。
この地は和人が多く暮らすようになってもアイヌの文化が色濃く残っていました。おほおほ、ばあちゃんやりに来た。この地に生まれ育った遠山咲さん。これまで多くの人にアイヌの人たちの伝統文化を伝えてきました。近所に住む娘の堀悦子さんも咲さんからアイヌの手仕事を学んできました。咲さんは84歳、今もアイヌプリ、アイヌ風の生き方を守っています。地はなんだっけ、なんだっけ、申し入り、申し入り頃かも、ど忘れするから。そして天地し水、水若若カムイ、火の神様、阿部淵カムイって、もう出るにも入るにも阿部淵カムイに、私も今でもやってます。それはカムイに断ってね、お願いしたり断ったり、今出て行ってきます、留守にします、家を守ってくれるようにって、帰ってきたら守ってくれてありがとうって、全部そういうことは同じくやってますよ。立ち木にも草にもみんな神が宿っているんだからっていうことは、全部私にもみんなそのように身に染みてるから。だから歩いててもやっぱり踏んづける、道端の草にでも申し訳ないなとか、ありがとうとかっていうことは、みんなアイヌもみんな和人と同じでないかなって。咲さんは子どもたちに自分の知るアイヌの生活文化すべてを伝えようとしてきました。いや、いちいち面倒くさいなとかって思うのは、山に入る時とかそういう時必ずそうやって少しもらいに来ましたとかね、ありがとうございました、やりゃいけれとか、そういうのをずっとこうやりますから、それが当たり前だのよう、当たり前のように思ってきてたんだけど、こうしていろんなところにこう町の人方とこう話してみて、そういうのって全然やらないよ、今時そんなことやらないよとかね、イチャルバだとかそういうのも、料理だってそんなのも食べないし、私たちが小さい頃からこう経験していたことは、あんたいつの時代に生まれたのさって言われるほど、なんかここの荻生市の沢っていうのはそういう文化が残っていたんだなって改めてすごく感じましたね。そのアイヌの風習だとか踊りだとか。アイヌの人たちの暮らしは明治時代になると大きく変わり始めました。北海道には開拓民が移住し、次第に北海道に住むアイヌの人たちと和人との人口比が広がりました。これは明治6年のデータです。明治6年には全道人口およそ111万人に対し、アイヌ人口はおよそ1万6000人、その割合は 14.6%。 53年後の昭和11年には0.54% になっていました。圧倒的な少数派になってしまったアイヌの人たちは、それまでの暮らしを続けることができず、その生活習慣を蔑まれ差別を受けました。カラフトアイヌの人たちが強制的に北海道へ移住させられるなど、多くの地域で苦難を余儀なくされました。北海道十勝は明治期にアイヌの人たちが強制的に移住させられた地域の一つ。アイヌの主食、鮭を取ることが法律で禁止されるなど、生活は苦しく、伝統文化の継承も途切れていきました。あれね、私の母親帯広に住む笹村一郎さんは、十勝の歴史や
この地に伝わっていたアイヌ文化を調べ、地域の人々に伝えてきました。それは埋もれてしまっていたアイヌ文化を掘り起こすことでした。アイヌの古戦場とされるチョマ島でのアイヌの慰霊祭では祭司を務めています。私はね、別にその伝説にはこだわらないけども、私が行ってあそこ行って祭祀やるというのはさ、結局ね、あのコタンで強制コタンだからね、中へ閉じ込められて食うに食えないような状態でさ、そしてほとんどの土地は全部和人取られちゃったでしょ。そこで私たちの祖先がね、苦労したってことを考えると、そのことに対して感謝と慰霊の意味を込めてね、そして私もまあ祭祀なんかやらせていただいたんですけども、あ、そりゃ別にね、アイヌの神を信仰するっていうのは間違いではないからね、だからこれはいいことだと思う。そして例えば酒やなんかでもだんだん取れなくなってきてるよね。もう少し自然からの恩恵を大事にしなきゃならんことも重要なことだと私は思います。浦川姉茶の遠山咲さんはアイヌの両親の間に生まれ、5歳の時に母を亡くし、養父母のもとで暮らしました。小さな時から咲さんは自分がアイヌであることを意識していました。それは和人の子供たちと同じ学校に通うことで思い知らされたことでもありました。いじめられるの、いや汚い汚い汚い、まあ一緒にこの近所でいる時は遊ぶんだけど、学校3年生になって今度行くようになったら今度いじめにかかって、あんな嫌なことは本当にもう二度とああいう目に遭いたくないなって。もう急激に社会が変わっていきました。いじめにあってもサキさんを支えたのはアイヌの手仕事を覚え、アイヌらしく生きることでした。そして姉ちゃんは他の地域に比べてまだアイヌ文化を継承する人々が残っていたのです。大きな儀式っていうのが一番の儀式がカムイオマンテで、カムイ取れたってカムイ取れたっていうのかな、カムイ取ったって、カムイは授かってその狩りの人に授かってくる村に、この村に授かってくるもんとしてアイヌは考えてるから、アイヌの精神性を象徴する儀式の一つ、イオマンテ。ヒグマはアイヌの人たちにとって位の高いカムイ、神です。神の国から人間の世界にやってきて、食べ物と毛皮を授けてくれます。そのカムイを仕留め、感謝の祈りを捧げて、たくさんのお土産とともに神の国へ送り返す、それがイオマンテです。それは大きな喜びであったに違いありません。アネチャではイオマンテは昭和20年頃まで続いていたといいます。見てるから、それでカムイに捧げる歌とか踊りとか送って行くところ、カムイが本当に嬉しくて喜んでくれてるんだって自分でも感じるところあるからね。
アイヌの心、心ってすごいもんだなって。アイヌの人たちには自分たちの文化を取り戻そうという気持ちが湧き上がっていました。アイヌ文化復興への気持ちはアイヌの儀礼を執り行うという形になって現れました。行ってよ。阿寒湖のマリモ祭り、昭和25年に始められてから今日まで続いています。そして札幌のアシリチェップの実、新しい鮭を迎える儀式、各地の長老たちも集いました。今ではさまざまな儀式が各地で行われるようになりました。伝統文化復活への強い思いとアイヌ文化への理解を深めてほしいという願いが実現させたのです。またアイヌ語弁論大会などさまざまなアイヌ文化の活動も活発化してきました。白老町にはアイヌ民族博物館があります。昭和51年の設立からアイヌ文化を継承し未来へつなげることを目指しています。海外からのお客さんも訪れるここはアイヌ文化の情報発信地でもあります。ここのイコールマーク、これはそして国が進めるイオル構想の一つでもあるアイヌ文化の若い担い手を育てています。アイヌの若者たちが自らの民族の証であるアイヌ文化を学んでいるのです。伝統を学び守り表現し伝える姿です。猿川に望むビラトリ町、アイヌ文化が伝承されるこの地で木彫家の貝沢徹さんは伝統の技を受け継いでいます。自然の状態で、両親親戚がそういう木彫とか、男性は木彫り、女性は織物という当たり前の環境で育ってたんで、意識はしなかったんですけど、根本的な基礎は変わらないんですけど、そのなんていうんでしょう、作ってるうちに同じものを作りたくないっていうものがあって、それから自分独自のものを表現する必要があるなと。よくコンクールとか展示会とか行くと80年前の先輩の先人の彫ったものが展示されてると、そこで伝統的なものをアピールしてるけど、それから以降の僕たちまでの世代の部分がちょっと見えないところがある。やっぱり伝統っていうのは歴史時代とともにこう少しずつでも変化して、で今に至るっていうのが正しい方向性じゃないかなと思うから、今僕は一生懸命いろんな模索をしている最中です。若い人たちの活動はこれまでとは違った新しい広がりを見せています。それは現代の文化とアイヌ文化を融合させた表現です。
姿形を変えながら生きるアイヌ文化の広がりです。観光地阿寒。そこに暮らすアイヌの人たちはいつの時代も新しい取り組みを進めてきました。民芸品店を営む秋部秀夫さんは、さまざまなアイヌ文化のイベントの企画、演出、出演に関わってきました。この前で、最初立ちてこうか。終わりもここにしようと思って、ね。基本的にここは商売が観光土産店で、そのマグネットとして古式舞踊を中心に成り立ってきてるところだから、古典舞踊やアイヌ語やいろんなアイヌの文化にこだわってきて出来上がってるっていうのは確かだよね。アイヌ文化を表現する新しい試み、アイヌの人たちの物語を人形が演じます。お迎えの伝言は犬たちから聞きました。魅力とか感性はやっぱりもともとのアイヌの原点からそんなに離れてないだろうし、そこに絡みついていく方がより新鮮でいいものができるというふうに今考えています。ただ表現方法はもっともっと高度にしていきたいし、アニメーションでもいいし、映画でもいいし、そういったものはどんどんアイヌ風なものが出てしかるべきだし、そういう時代に入りつつあって、この阿寒混戦は阿寒のアイヌはそこに真っ先に手を伸ばして始めてるっていうところです。世代を重ね受け継がれていく姿があります。堀悦子さんは母遠山咲さんからアイヌの人たちの精神や手仕事を習い、それらを子どもたちに伝えてきました。まあ、アイヌとして自分は父さんは和人で母さんはアイヌ、私は、アイヌであってよかったなって、アイヌとして文化を受け継いだんだからこれを伝承して子どもたちやみんなに一つでも多くの作品を残していきたいなって思いますね。手仕事は親から子へ、そして孫へと受け継がれています。やっぱりね、他人に教えるより嬉しいですね。こういうことをしなかったらこういう会話もできないし、おばあちゃんのその生きていた時代の話も聞くこともできなかったので、こんな風におばあちゃんやお母さんと話ができることを本当に楽しいし幸せに思っています。孫の木村妙子さんは今アイヌ文化についてさらに学んでいます。今のこの生活は昔と変わってしまって、おばあちゃんが作ってるものっていうのは今の生活の中でそんなに必要としていないものだったりとかするものを自分が今の生活の中で使いたいっていうのがあったので、生活の中に溶け込んでいたのが自分の育ってきた環境だったので、昔からこう時代が変わってきても今も生活の中に溶け込んでいるような使い方をしたいと思って
ちゃんとした技術を学ぼうと思いました。アイデンティティっていう作ったあの部分はファスナーでピューッと開けるとその中にアイヌ模様が入ってるという、それは精神なんですよ。そのファスナーの開け具合であなたはどういう、これはもう今の現代のアイヌの人たちに言いたいというと、これは誰にでもあの同じうたりの人たちに言えることだと思うんです。ここまで上げて自分はアイヌじゃないとアピールする人もいれば、途中まで下げて自分はある程度中にはあるけどあまり表には出さないと思うんです。そういう部分は最近は表現してます。一番やっぱり残ってほしいのは、残したいのは、まあ、アイヌスピリットというかアイヌ根性というか、そういったものだよね。アイヌ以外の人たちにはそこから出てくるなんか文化的価値観みたいな良さみたいな、違いの良さみたいなのがあの理解されると嬉しいよね。遠山咲さんの子供や孫たち4世代が揃って札幌に集まりコンサートを開きました。遠山咲さん親子はこれまでもアイヌ文化を伝えるさまざまな活動をしています。小さい時にいじめられたことは、それは仕方のないことで、やっぱり今だんだんと考えてみたなれば、アイヌであってよかったな。アイヌのことをやり遂げて、私はやり遂げて終わっていければ幸せなんだ。アイヌらしく生きるっていう言葉は、アイヌねのアンアイヌ、アイヌらしいアイヌで頑張ったよっていう、あの私の喜びとして終わっていけるから、死んでもアイヌぶりで終わらせてくれ。アイヌの人たちの文化は長い歴史とともにさまざまに変容してきました。しかしその伝統は変わることなく今に受け継がれ、新たな広がりを見せています。イエサボー、こうやってそうシーサマタトノヤタエコナリサボヤイライケレー。